どうも、こちゃこちゃとこっちです。よろしくお願いします。今日は10個のガチャガチャを開封していきたいと思います。イエーイ。さあ、今回はどんなガチャガチャがあるんでしょうか。はい、楽しみですね。早速開封していきたいと思います。それではどうぞ。こちゃこちゃ、1個目ラインナップはこちら。回れ回転寿司リング、全6種類、卵、マグロ、エビ、カッパ巻き、イクラ、大トロ。私が当たったのはイクラ。当たりました。しっかりキュウリちゃんとあって、イクラもフグもちゃんとあって、横もちゃんと海苔が巻かれてる状態で、で後ろはこんな感じになってて、じゃあ早速はめてみたいなと思います。こんな感じではまることができて、回してみたいと思います。おお、なんかすごい模様みたいに見える。ほらすごいなんか模様みたいに見える。何の節でしょうか。なあ、肉場の黒まで見えるね。こんな感じでイクラの節当たりました。じゃあ次ね、こちらオープンのスケ。ギンビス、食べっ子動物、スヤスヤフィギュア、バージョン2、キリン、カバ、サル、ウサギ、羊。今回出たのはじゃん、キリンが出ました。結構ね、サイズ大きいですね、これ。こう足折りたたんで、こう寝て。メロ漏らしてみた、下も。ほら、可愛らしいね。手が折れてるやん。お前、なんか食べてるよ、見てんのかな。このたてがみっていうかな、ここも。ザイザイザーって、ちゃんとあって。やっぱね、このキリンと言ったら長生きですからね。すごい長いですね、これ。こんな大きいキリン当たって、よかったです。3個目ラインナップはこちら。合唱コンクールの音楽、第一ファン賞、ビリーブ、バファオクラファイ、太陽が暮れた季節。遊び方はこんな感じで書いてあります。ボタンを押したら音楽が流れるんかな。私が当たったのはこちら、バファオクラファイ当たりました。でシールが別になるんで、ちょっと貼っていきたいと思います。シール貼ったらこんな感じで、ケイトたちのシールもあって、これもシールで、これもシール、後ろにこれがあるんで外していきます。で音楽流していきたいと思います。多分ここボタンっぽいから、ここカチッといきます。ミュージックスタート。めっちゃ懐かしい歌ちゃー。合唱コンクールこれめっちゃ懐かしない？翼をくださいな。こっちのとこは翼をください歌ってへんかな。あ、そうなんや。うちはビリーブか、これ翼をくださいすごい人気で歌ってた。ここもなんかちょっとほんまにすごいギラギラ吹いてて、ほんま舞台って感じのイメージで膨られています。生徒たちも顔は描かれてへんけどさ、この何シルエットっていうか、体結構リアルやんな、これ。ほんまにリアル。すごいリアルに作られてます。続いて、こちら。せーの。あ、パクモグ。サメジャー。サメがメジャーを食べちゃう？ホウジロザメ。青。ホウジロザメ。ピンク。ノコギリザメ。シュモクザメ。今回出たのが、ホウジロザメの青色が出ました。これ目とエラの部分両サイドシールついてて、これを貼っていきました。で、これサメジャーということで、口にメジャーがついてます。使い方としては、口を開けてメジャーを引き出そう。いくよー、ピョーン。こ
ここら辺までしか出へんのかな。お、魚の絵描いてある。魚に紛れてなんかオットセイみたいなのもおるし、あ、ほんまや。でこっちにエイもおるし、うん、でクジラかな、うん、もおる。これコロコロがついてるから、これを下にして前に進めたら、そのコロコロがコロコロって回って、このメジャーを巻き取って、この口がパクパクパクってするんやけど、この机が滑るから多分あんまりうまいこといかへんと思うけど、一回やってみるで。いくよ。ほら、パク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 。もうちょっと早くやってみるよ。ほら、パク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 って。こんな感じで遊びまーす。普段さ、買い物行ってさ、ちょっとしたさ、なんか物を買うときにさ、これ何センチあったかなーとかあるときに、これカバンに入れといたら使えるときあるかもしれへん。確かに。これガチのメジャーはなかなかさ入れれへんけどさ、これやったら可愛いしさ、ちょうどいい。これはいいね。いいの当たりました。5個目ラインナップはこちら。平成ポップシリーズミニチュア MG 全5種類あって、トロベリー、グレープ、フォーガ、メロン、シュガーとあります。私が買ったのはシュガーとありました。透明でほんま何色かちょっと分かりにくいんですけど、すごいレンボー見えるね。すごい、ほら後ろはこんな感じでなってます。これ MD ってさ、結構昔のやつやんな。あ、そうやんな。なんか懐かしさとか順に、なんかうちらはちょっと分からへんけど、ちょっとなんか珍しいなと思ってこのガチャ回しました。え、カバン着ても可愛いと思うし、ね、これなんかいろんな色ありやん、いろんな色ちょっと並べても可愛いな、これな。ディスクの裏側のさ、キラキラしてんのちゃんと再現されてるな。あー、確かに、めっちゃキラ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 してるな、めっちゃ綺麗です。ちょっと珍しいガチャガチャやったんで回してみました。続いてはこちら、トヨタ L&F ゲネ B 電動フォークリフトコレクション、ゲネ B& パレット、ゲネ B 全回転ロールクランプ、ゲネ B ベールクランプ、燃料電池フォークリフト&パレット。さあ、今回当たったのはゲネ B& パレットが当たりました。ここがこう、ほら上行ったり下行ったりできて、でここのフォークっていうとこにこのパレットを刺して、ほらここに荷物置いて上げてどっかに収納したり。このピンするでめっちゃ服息もすごいな。うん、もう細かいわ、作りがちゃんとトヨタって書いてあるし、タイヤもちゃんと回る。ほら、この運転席見えるかな、これ。運転席も細かくちゃんと作られてんねん。ほら、ハンドル見えるやろ。うん、ほんでこのレバーみたいなのもいっぱいついてて、アクセルとブレーキもちゃんとついてる。正面から見たらこんな感じ。かっこいいね、これ。狙いのやつ当たってよかったです。次はこちら、ラインナップはこちら。かがり火ライト全4種類、赤い炎、旬の炎、青い炎、紫の炎。私が当たったのは右はこんな感じになってて、後ろはまたこれ取っていいんかな、取ります。で、色がつきます。何色やろ、旬なんか赤なんかちょっとわからへんな。うん、LED の色はな、同じ色やからな、この赤い炎と旬の炎のやつ。2個あったらさ、わかるけど、これだけじゃちょっとわからへんけど、勝手になんか旬かなと思ってる。そう？赤じゃない？赤かな？オレンジっぽいからちょっと旬色かなと思ったりしてるけど。まあでもどっちにしても一番炎っぽい色やから大当たりやん。うんうんうん。他の青いやつとか紫のやつもかっこいいけどさ、やっぱまずはこの普通の火欲しいもんな。うん。これを組み立てた土台にちょっと乗せていきたいと思います。組み立てたらこんな感じになりました。ライトつけてみたいと思います。黄色かなの炎が出来上がりました。結構大きくて、この指のサイズぐらいの大きさがあります。結構炎の形もすごい細かく描かれてます。電気消したらもっと綺麗なんやろな。ちょっと電気消してみたいな。暗くしたらこんな感じで、めっちゃ炎らしくない？
まに綺麗やな。うん、思ってたより綺麗で。次はこちら、メモリーチャレンジサバイバー。これは遊ぶことができて、中央のボタンを押してゲームをスタートします。光ったボタンを制限時間内に押します。正解するたびに光るボタンが増えます。ボタンの位置を覚えて光った順に押します。間違えるとゲームオーバーです。色がいろんな色あって、ブラック、ピンク、パープル、ブルー、グリーンがあって、今回当たったのがピンク。当たりました。おお、結構カチカチってなるボタンは。でキーチェーンついてるから、こうどっかにつけといたらいつでもこう暇つぶしに遊べる。でこれ電池ここ抜いて、ちょっと鳴った。で遊び方は真ん中を押して光ったボタンを押していくだけ。早速挑戦、押していきます。あ、これ一個ずつ音違うんやね。あ、結構簡単。あ、何回かクリアしたら褒められるパターンのやつや。あ、マジか。もうだんだん最初の方忘れる。難しかったな。だんだん昔からできるな、多分。そう。これは結構面白いし、暇つぶし使えるから。300円でこれガチャガチャできるから、結構おすすめです。ケガネ。並ぶんです。お相撲さん。お相撲さん A、お相撲さん B、お相撲さん C、お相撲さん D、お相撲さん E、お相撲さんちゃんこです。私が当たったのはお相撲さん D、 当たりました。どすこい。色は紫で、髪の毛もしっかり垂れてて、こっちは手が開いてる感じでなってます。こんな感じでちょっと可愛らしいお相撲さんです。ラスト10個目、こちら。本日2回目、たべっ子動物すやすやフィギュアバージョン2。2回目なんで、もラインナップは省略させてもらって、何が当たったか。狙うはウサギ。せーの、ポン。あ、白いけど、あ、羊。白いから一瞬ウサギかと思ったけど、この羊の寝方はこう上向いて寝てる感じ。完全にこう上向いてさ、手と足をプラーンとさして無防備な感じで寝てます。ふわふわの毛がモコモコモコってなってる。なんかいい夢見てそうやな、この口の角度。うん、角度がちょっとね違うよね、いろんな、うん、あれ見ててなんかにやけてる感じ。さっき出たキリンと比べてみたら、ほらもう羊に比べたら2倍ぐらいの大きさ。キリンは仲良くお昼寝かな。こっちはなんか食べてそうな夢見て、こっちはなんかいいことあったそうな夢見てるんかな。なんか眠たくなってきたな、これ見てたら。すやすや、すやすや。はい、こんな感じで10個のガチャガチャを紹介してきました。はい、今回は結構音鳴る系とか面白い系が多かったかな。うん、メジャーであったり遊べたり回転させて音出て光る、結構いろんな種類のな遊べるようなやつ出たな。うん、私が面白いなと思ったのはこの遊べるガチャガチャでした。うん、色も可愛いし、ずっとなんか遊べられるやつで結構いいなと思いました。こっちがこの中でいいなと思ったのが、ここのかがりみたいなやつ。思ってたサイズの2倍ぐらい大きくて、しかも火も思ってたより綺麗で、すごいなと思って。この炎のようにね、この熱い情熱を燃やして、これから頑張っていきましょう。最後まで見てくれてありがとう。